今日はですね、ラーメン横綱、横綱ラーメンのレトルトっていうのがな、バッグに入って生麺タイプのやつを作りました。本当のね、横綱行きたいんですけど、ないんですよね、店がね。まあ、とりあえずこれで食べましょう。いただきます。うまい。これは菜の花、うまいんですよね。ニンニク、ネギ、横綱ではネギ入れ放題らしいですけど、行ったことないんで分からないんですけどね。まあでもこれも十分いけますよ。チャーシュー、うん、まあ、あ、うまいなこれ。ニンニクマスとうまさが引き立つね。最近ね、車の調子が悪くてエンジンかけたら、ジェットエンジンみたいな音がするんですよ。ぐーって。これやばい証拠なのかな？ほんとぐーって言うんですよね。マジもうまい。なんでこんなに酒好きになってんだろうね。もう時効だから言いますけど、高校3年生で進路が決まったんですよ。でそこしては必ず関係コンパがあるから、ある程度飲めなきゃやっていけないという話聞いて、ビール1本飲んだんですね、寝る前に。そしたらもうフラフラになっちゃって、すっごいいい気分だったんだけど、やっぱり酒には弱かったですね。
で、大学で関西コンパ当然あるんですけど、こういう入れ物あるじゃないですか。何だろう、何するんだろう。あれに麹入れて、ウイスキー、ドーズバー入れて、これ奇妙だからね、飲みなよって言われて、マジかよ。結局、飲みなんだけど、もう、便所で倒れるわ。道路の中で、もうベロベロになって、次の日が来れなかったですもんね。住まわせるか、個人的にね、空いてる部屋を一部屋だけ貸します、その代わりご飯は3食つきますっていうのがあったんですけどね。僕はもう学生ばかりのとこに行ったんですけどね。でも、曲がりするっていうのも、ちょっと嫌だね。気使っちゃうもんね。ご飯の心配はしなくていいんだけど、まあそこは、一時、家族ですから、夜中に遊びに行ったりとか、朝帰りとか、できなかったみたいですね。当時はね、みんなもうバイクに夢中でね、オートバイの雑誌がついたりとか、これ欲しいなとか言ってたんですよ。まあ、僕らもそのうちの一人だったんですよ。それが青春というものなのかな。まあそんな感じだったから、お酒は好きじゃなかったし、どうしても眠れない時にビールの小さいの買ってきてスーパーで入れるとかね、そんな生活でしたね。
Araki. このもやしのシャキシャキ感がいいよね。うまいな、ごちそうやめ。あのネギ、入れ放題したやつもバカしか入れてたら麺が冷えちゃうんですよね。そこはまあ、お好みでやればいいんですけどね。昔ね、ニンニク、ネギ食べ放題って店で行ったことあるんですけども、スープに味がついてないんですよ。もう出汁だけみたいな。そこで、ニンニクとかネギを大量に入れると、もうすぐ冷めちゃってね。旨味も何もなかったな、あれは。な、麺がうまい。ラーメンで一番好きなのは天下一品のこっちですね。それに誘われて初めて行ったんですよ。あのこっちに何でこりゃと思いましたね、最初は。でも二度三度通うおうちにやめすぎになりましたね。
れた。こういうレトルト麺、うまいですよね、最近ね。今度また別のに挑戦しようと思ってます。本当にいいわ、これ。今日もなんかいつもと変わらない。動画かもしれませんが、別の方に大真面目ですから、そこは勘弁してください。ね。それでは、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまです。